チームグリーンベイパッカーズの存在で知られております。まあ、グリーンベイの梱包屋という名前が示す通り、肉、チーズの製造、それから梱包機械などが盛んです。3月に入りましても大変に厳しい寒さが続いておりまして、外は日中で現在零下10度ぐらいです。グリーンベイは真っ白に凍っておりました。なおグリーンベイは人口9万人、夏は大変な大きなリゾート地になります。さて、会場のブラウンカンティアリーナですけれども、ダウンタウンから歩いて10分、駐車場6000台完備、そしてシート数はほぼもう満員になっておりますけれども6500席。お隣はグリーンベイパッカーズのホームグラウンド、ランボーフィールドホームです。プロレス会場としましては手頃で、 AWA のエリア、アメリカ8州の中でも古くから伝わっている常設会場でもございます。なお今夜は日曜日、今日は日曜日、試合は2時30分から始まりますが、もうほとんどフルハウスの状態です。今続々とグリーンベイ市民がアリーナに集まっているところです。さあ、果たして AWA 世界ヘビー級チャンピオン、ジャンボ鶴田、このグリーンベイ大会で防衛なるかどうか、どうぞご期待いただきたいと思います。一番最初に紹介されました全 NWA 世界ヘビー級チャンピオン、ミスタープロレスアーリーレイス。そして全 NWA 世界ヘビー級チャンピオン、ゴージャスニック・ポップインクルです。勝負で始まります。レフリーはラリー・リソワスキー、あのクラッシャー・リソワスキーの息子でありますラリー・リソワスキーが、この夢のタッグマッチ、スペシャルタッグマッチ、レフリングを行います。さて、どういう試合になりますでしょうか。ウィスコンシン州グリーンベイ、ブラウンカントリーアニーナで本当にすごいチームが実現いたしました。全米ではもちろん初めてのことです。日本のリング上でももちろん実現しませんでした。ニック・ポップインクル、ハーリー・レイス組対ブラック・ジャック・ランザ、ブラック・ジャック・マリガンチームであります。さあ、勝負が始まりました。ブラウンカウンティーアリーナのリング上です。かつて全米のビッグプロモーターたちが実現させようとしてもなかなか成し得なかったこのドリームコンビ、ニックとハーリー。いよいよこの AWA ゾーンで共闘ですけれども、どういうレスリングを見せてくれますか。まずニック・ボックインクルが登場してまいりました。相手はブラック・ジャック・マリガンであります。まあ、日本の遠征におきまして AWA 世界王座を失ったこのニック・ボックインクル、地元 AWA に帰りましての印象ですけれども、あのスタン・ハンセンとチームを作りまして、ミルウォーキー、そしてシカゴと連戦いたしましたけれども、あの防衛戦、鶴田の初防衛戦 2.26 大阪決戦、あのリターンマッチで見せましたエネルギッシュなファイトはちょっと影を潜めているような感じがいたします。あの敗れたショック、 AWA の王座から落ちたショック、これが残っているような感じがいたします。まあ、AWA 世界チャンピオンのジャンボ鶴田にはこの悪党マネージャーと言われておりますボビー・ヒーナンをうまく使いまして、かなりジャンボ鶴田に対しましてもいろいろとアピールをしているようであります。この前世界チャンピオンのニック・ボックインクルです。さあ、地元人気、大変な人気でありますブラック・ジャック・マリガン、本当にベテランの選手になりました。しかし、ご覧いただいております黒い革手袋から、繰り出しますクロー、あるいはパンチ、そしてチョップ、威力が衰えておりません。一旦はリングの外に出ました。影のように付きまといます。ボビー・ヒーナンです。マネージャーです。面白い話がありまして、こちらの AWA のサーキットに来ましたら、
世界チャンピオンの鶴田のところにこのボビー・ヒーランがやってまいりまして、俺にマネージャーをさせてくれとこのように世界チャンピオンジャンボ鶴田に申し込んだそうでありますが、もちろん即座にジャンボ鶴田は断りました。相変わらず全 AWA 世界チャンピオンニック・ボックインクルのマネージャーを務めておりますボビー・ヒーランです。ハーリーレースのこの AWA ゾーンへの進出は実に16年ぶりということでありますけれども、ハーリーレース自身が言っておりましたように16年前の1964年代のこのハーリーレースはラリー・ヘニングと AWA の世界タッグのチャンピオンを持っておりました。 AWA で若い時代腕を磨きまして、そして MWA 世界チャンピオンへの席にいたしました。そのハーリーレース誠に懐かしそうなリング上でございます。ハーリーレースしかしまあミスタープロレスハーリーレースが AWA 入りいたしまして、このデンバーですとかあるいはまたサンフランシスコのサーキットコースも超満員だそうでございます。そしてまたハーリーレースは3月の4日ですけれども、地元カンサスにおきましてカンサスのケンパーアリーナという大きな会場ですけれども、リック・フレアと NWA 世界ヘビー級の選手権を行いまして60分引き分けに終わっています。さあそのハーリーレースから再びニック・ボックインクルにつながれました。会場のお客さんの反応はどうでしょうか。こちらのグリーンベイは圧倒的にリングサイド白人のお客様が多いようです。やはりアメリカの北部でございますので黒人がどうやら住んでいないというような感じでございます。ダウンタウンあたりもちょっと車で飛ばしてみましたけれども、ほとんど黒人の姿は見受けられませんでした。6500人超満員で渦巻っておりますブラウンカウンティーアリーナ。さあニック・ボックインクルが今度はランザからブラックジャック・マリガンへのタッチでしょうか。いやタッチが行われません。ランザを捉えています。ご承知のようにこのブラックジャック・ランザの方はあのシカゴ大会におきましてジャンボ鶴田の AWA 世界ヘビー級の王者に挑戦いたしました。まあ、地元人気ということもありまして大いに意気揚々と挑戦したんですけれども、結局はあの空中同時目落としフライングボディシザーズドロップによりましてジャンボ鶴田から世界のベルトを奪えることはできませんでした。リングサイドグリーンベイのお客様でございます。白人の多いリングサイド、こちらはあのいわゆるこのウィスコンシン州というのは農村地帯なんですけれども、一昔前はドイツ系の移民の人たちがやってまいりましていろいろと開発したそうです。そういったドイツ系、スカンディナビア系、そういうような顔ぶれが見られます。アメリカの中北部ウィスコンシン州のグリーンベイのリング場ザ・ブラウンカウンティーアリーナであります。さあ再びハーリーレースが登場してまいりました。ネックブリーカードロップ、リングの中央にランザを倒しました。まあこの元世界チャンピオンコンビの夢のコンビ実現ということで、この画期的なタッグチーム、いわゆるこのアメリカ USA レスリング王がいい意味で夢を実現させたというような感じがいたします。そして今現実に AWA の力と、そして帝王ガニアの力を大いに感じます。さあ今度はハーリーレースからニックにつながれました。グリーンベイの大観衆が興奮しています。そして日本からやってまいりました、記者団カメラマンの皆さん、そして NTV 私たちのスタッフもニックとハーリーレースのコンビ実現ということでまさに興奮しています。さあ試合の流れでありますが、世界チャンピオンチーム、まあ、威風堂々といいますか、非常にこの相手の流れに任せているような感じであります。ニックがランザを捉えました。そして元世界チャンピオンチーム夢のコンビチームのコーナーに持ってまいりました。マリガンが飛び出してまいります。さあハーリーレースの AWA での試合ご覧いただきたいと思います。なおハーリーレースは3月の10日セントルイスキールオーデトリアム、ここはもう NWA の総本山になりますけれども、ここにも登場しております。そして一緒にジャンプするたテンピエも3月の10日セントルイスキールオーデトリアムに登場しています。さあ得意のハーリーレースヘッドバット攻撃、強烈にランザの下のあたりを捉えました。カバーの体勢に行きます。元世界チャンピオンハーリーレース7度王座返り咲き、そういったニュースはもちろん AWA ゾーンのお客様もよく知っております。ブルーのトランクスを身につけました前世界チャンピオンのハーリーレースであります。先ほどもお伝えしましたように、かつてラリー・ヘニングと AWA の世界タッグのチャンピオンとして人気を欲しいままにしておりましたこのハーリーレース、 AWA にハーリーレースが帰ってきた、そういうような印象であります。ハーリーレースからニックにつながりましたが、パンチがハーリーレースで顔面を捉えました。
ゴーゴー USA グリーンベイのお客様、さあそしてランザがかなり痛められましたけれども、満を持してブラックジャック・マーリガンが登場。さあ黒い革手袋、思い切ってうなりを上げてニックの顔面にヒット、パンチがヒットいたしました。ハリー・レースも、ハリー・レースにも顔面にパンチを合わせます。そして耳の下、喉のあたりをこの黒い革手袋、トッポ気味に入りました。ニックを捉えます。マリガンがニックを捉える、ロープに放って、今度はカウンターのキック、カウンターのキック、リングの中央、全世界チャンピオン、ニックが倒れました。ファンの皆様もご覧いただいておりますように、日本で見せたあのエネルギッシュなファイト、影を潜めています。さあ、今度、オットー、右のパンチを打とうとしました、ブラックジャック・ランザー、相変わらず黒い革手袋がうなりを上げて飛んでいきます。ニックが、膝で駆け寄りまして、NWA 全チャンピオン、ハーリーレースにタッチを行いました。何しろこの画期的なタッグチームの出現ということもありまして、グリーンベイのお客様も大騒ぎしておりますが、しかしどうやら人気の方はザ・ブラックジャックスに人気があるようです。大喜びのグリーンベイの市民です。リングサイドも女性ファンが半分以上います。大変に人気のありますこの AWA ゾーンの重要な拠点、サーキットコース、ウィスコンシン州のグリーンベイです。外は零下12度、非常に厳しい寒さですけれども、この体育館の中、グリーンベイのブラウンカウンティーアリーナの中はもちろん暖房が効いておりまして、皆さん T シャツでこの試合を観戦しています。さあハーリーレース、リングの中央ヘッドバット、右の肩に当たりました。しかしクローが行きます。フェイスクローに出た、フェイスクロー、フェイスクロー、得意ブラックジャック、マリガンのフェイスクロー、フェイスクローががっちりとハーリーレースの顔面下へのあたりに食い込んでいる。さあ時間が経過する。ブラックジャック・マリガンのものすごい大きな手、カーテ袋をしておりまして、そこからグイ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 力任せにフェイスクローで、フェイスクローから今度はブレンクローに変わりました。顔面から額のあたりに一撃を加えます。さあハーリーレース、タジタジ全世界チャンピオンのハーリーレース、今度はブラックジャック・ランザがパワーで思い切ってパンチで顔面をもうめった打ち、めった打ち、ニック入ることができません。なかなかニック、ボックインクが入ることができません。完全にザ・ブラックジャックスのコーナーに釘付けにされました。ハーリーレースであります。さあハーリーレースがこの窮地からどういうふうに逃れてまいりますか。ああ顔面が切れた、先ほどのクロー攻撃からのパンチのラッシュによりまして、ハーリーレースの顔面が切れました。ハーリーレースの顔面が切れました。そしてまたハーリーレースの顔面にカウンターのパンチを合わせました。これが完全に期待にヒットしておりますので、さらに流血がひどくなった。アットクマレーダーのボビー・ヒーナーが再びリングの中に入ってまいります。ボビー・ヒーナーの真下、私たちの放送席です。放送席が揺れ動いています。さあしかし全 NWA 世界ヘビー級チャンピオンのハリー・レースの額かなり深く切れたようです。流血です、ものすごい流血、血が滴り落ちます。ウィスコンシン州グリーンベイのブラウンカウンティーアリーナのリング上であります。さあ思いもよらなかった夢のタッグチーム、元世界チャンピオンチーム、100万ドルチーム、ハーリーレース、パートナーのハーリーレース、顔面を切られました。なお今夜の海外特別試合はアメリカウィスコンシン州ミルウォーキーのミッドランドビデオプロダクションの制作協力でお送りしています。さあランザが登場、ランザがニックに思い切ってパンチを浴びせますが、さあハーリーレースが表を向きました。そしてバックを取りますか、いや取りません、いざ攻撃に出ていきます。ランザの動きもいや鈍りました。ここで世界チャンピオンの名誉にかけましてどうでしょうか、逆襲があるかどうか。さあツープラトンの攻撃に行きました。夢のコンビ、元世界チャンピオンチーム、ニック、そしてハーリーの夢のキックコンビ。しかしランザの勢いがすごい、ランザの勢いがすごい、思い切ってパンチで返す。ニックが後ずさり、後ずさり、そしてブラックジャック、マリガンにどうやら渡しそうだ、うなりを上げてパンチが飛んでいった。熱いムライターを捉え、ハーリーレースの顔面にもパンチを合わせます。黒い革手袋、これが勢いよくブン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 うなりを上げて飛んでいきます。このポーズが得意なんです。ブラックジャック・マリガンが右の手をブン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 回しますと6500人のお客様が大歓声であります。さあ今度はもっとスリーパーホールド、いつの間にかランザにタッチが行われておりまして、スリーパーホールド、得意な攻撃に持っていきました。ブラックジャック・ランザであります。シカゴ大会の AWA 世界ヘビー級チャンピオン、ジャンプツッタに挑戦した時にもあのスリーパーホールドが功を奏しておりました。しかしニックの猛反撃、パイルドライバーで返す、そしてそのまま抑え込みますが、マリガンが取り込んでまいります。ハーリーレース起こりました。
アーリーレースも飛び込んでまいりますが、試合の権利のありますのはヒックとそれからブラックジャックランドです。さあ反対側のコーナーでは流血のアーリーレースとマリガンがやり合っておりますが、権利のありますのはニックとランザ、ニックとランザ、ニックとランザですけれども、さあどうでしょうか。ニックとランザが再びザ・ブラックジャックスのコーナーでもつれ合っております。アーリーレース、アーリーレースも今度はエプロンから一旦今リングの中に入りました。さあボディにパンチを浴びせておりますけれども、さあどうやら対角線上に向き合った、どういう感じでいきますか。鉢合わせ、元世界チャンピオンコンビ鉢合わせでナックダウン、完全にペースを乱されております。全世界チャンピオンチームランザがニックを捉えました。しかしそのまま抑え込んだ、ボビーヒーランが手助け、そのままカウントが入る、カウントが入る、カウント、カウント3、ニックがかろうじてブラックジャックランザからカウント3を奪いました。その前にボビーヒーランがランザの足元を救っていました。ランザのマネージャーぶりが見られました。結局は100万ドルチーム、元 AWA 世界チャンピオンニック・ボックインクル、そして全 NWA 世界ヘビー級チャンピオンハーリーレース、この100万ドル夢のタッグチームが勝利を得ました。しかしあくまでも試合のペースを握っておりましたのは、ペースを握っておりましたのはブラックジャック・ランザ、ブラックジャック・マリガン組でございます。勝負は終わりました。試合には勝ちましたけれども、さあマリガンとランザがかなり向かっております。さあその原因を作りました、ボビーヒーナーを捉えようとしております。ボビーヒーナーが逃げ回る、ものすごいスピード。